久保さん、仮想通貨爆上げしたらしいじゃないですか。今回、やらないことを決めるですね。まあ僕はですね、全く FX もやってないし、FX やってないけどこの前売ったし、<laughs> ブックメーカーやってないけど売るし、売ったし、去年か。まあ、やってないけど売るっていうね <laughs>。やらないことを決める。売ることを決めるってことですね <laughs>。お金稼ぎたいんだったら、売らな売、売るのが一番手取り早いんじゃないですか。うん。 <laughs> やらなくても売ればいいんですよ。そうだからこれはマジックですよね。やってないけど売れるっていう <laughs>、うん。あまあ僕はその、まあ、40歳からは、ね、FX はやろうと思ってますけど、まああの何、ー、だろうな、そうそう、久保さんの、ね、例のやつとかね、まあそのなんだ、仮想通貨だったりとか FX だったりとかブックメーカーとか、僕、周りにいっぱいいてるわけですよ。周りにね。 だけど僕ね、全く手出さなかったっていう。手出してないっていう。で、手出さないことによって、もちろんそのリターンはゼロですよ。リターンはゼロです。でもリスクもゼロです。だからゼロなんですよ。手を出さなかった。ただし、得られるものがあって何かというと時間です。圧倒的にもう一点集中の時間に、えー、費やしてると。だから情報ビジネス、まあ、ドリームアカデミアでね、僕は情報ビジネスを教えてるので、まあね、僕は FX で儲かって情報を発信しなくなっちゃったら、 ちょっと微妙じゃないですか。うん。まあまあ、FX で儲かっても情報発信はしますけど、あ僕のセンターピンは常に情報発信してえ商品を売るっていうことがピンですし、それで、えー、そのやり方も教えてるので、だやることを決めるより、やらないことを決めた方がいいんじゃないかなと思いますね。うん。みんなあれもこれもあれもこれもで、結局うまくいってないわけなんで、やらないことを決めろと言ってらっしゃい